くもさん円にしましまょうかサブスク円僕ね今あの金さっきねあのメンバーシップやってるやつ終えましてあの「金麦研究所」っていうのをやってて今僕お酒飲んでないんですけどノンアルコールビールでちょっとやりまして、まあ、その390円のサブスクのサービスが何かっていうと最低月1回はメンバーの方にライブ配信しますよっていうリアルタイムでライブ配信しますよと。 で、3月入ったんで、あの、とりあえず1回はね、その1回保証はやったんで、まあ、あと気が向けばまたやるって感じなんですけど、まあ、大体多くても2、3回ですか、多くても。で、それで390円課金していただいてるんですけど、でも酒飲んでるだけですよ。まあ今、今すみません、ノンアルですけど、<laughs> で、ぶっちゃけ、あの、なんかいろいろと交流してるだけなんですけど、で、このサービスが、 あの昔は売れると思わなかったですよね。今はまあ実際にこう売ってもう2年ぐらい経つんで,でずっと継続、だから継続して2年以上か継続していただいているメンバーのさんもいらっしゃるんでさっきチャットをいただいたのも,もうずっと継続に一番最初にサービス展開した時からもう2年以上ずっとサブスクで入ってくれてる人がコメントをこうチャットでやり合ってるんですけど久保さんは、ね、朝,ライブや朝にライブ放送やってると思うんですけど。 僕は有料で今ライブやってるんですけどね。でもね、それでもね、売れるんですよ。僕芸能人じゃないですよ。芸能人でもなければ、うん、なんですかうん。ジャニーズ事務所に入ってないしうん、40歳だし、年齢40歳だし、ちょっと髪の毛薄くなってきてるおっさんだし、そう、それでも、 ね、そんな人と一緒にリモートでなんかペチャクチャ喋ゃって有料でまあねおっぱいが大きいね女の子で可愛かったらねなんかわかるかもしれないですよ <laughs> <laughs> それはなんか投げ銭とかねなんですかなんかお金こうあるわかるかもしれないですけどこんな僕でもいけますからうんらまあ売れないものってないと思いますよ 売れないものはないんだけど、売ってないだけそう。あとは売れるようにしてないだけ売ってないか、もしくは売れるようにしてないだけうん。だってこのサービスも売ってるわけですからね、僕は。ね、一般の人は多分買わないでしょうね。しかもサブスクですからね。安いって言っても買います。僕とお酒飲むのに有料ですよって言われて、有料でお金払いますしかもリモートですよ。 リモート飲み会に有料で金払います。友達に、友達にそう言われたらどうすかリモート飲み会やろうぜっつって、有料だけどどうするみたいな。え、有料みたいな。お金払いますうん。だからまあ、何でも売れます。売ってるんで僕は、何でも。うん。僕が生きる証拠ですね。いってらっしゃい。